お疲れ様ですリファイトクラブのガイです、えー。今回はですねキックボクシングジムに通おうかなとかねトライしようかなと思う人の動機をトップ5でまとめてみました、えー、そして後半の方ではですねキックボクシングジムに通っていく継続率ですよねこちらの方にもちょっとねデータの方が集まりましたので紹介しようと思いますで最後にまとめとしてじゃあどうすればねキックボクシングジムの経営に 役に立つのか、もしくはオンラインジムっても最近ありますけども、私も経験してますけども、オンラインジムを経営する側としては、どんな点に注意すれば、あ人気が出るのかってことについて、ちょっと一緒に考えていこうと思いました。この動画にさせていただきました。それでは、行ってみましょうか。えっ、ー、と、キックボクシングジムに通う理由、キックボクシングジムっていうのはちょっと言いにくいんですけどね、ジムというふうにあ以下言わせてもらいます。ジムに通う理由はたくさんあるんですけども、トップ5はですね、まずはね、 ダイエットとか体脂肪の燃焼ですよね。要するにかっこいい体になりたいっていう動機が一番大きいんじゃないかなと思います。私みたいにね、試合に出てみたいっていうのはどっちかっていうと稀な方で、試合に出るためにはたくさんのね、ハードルがありますし、トレーニングもハードになりますし、お金もかかってくるんですよね。で、協力してもらう方もいるんですよ。例えばセコンドとかね、場合によっては試合の会場に行くためにいろんな 手足を整えなければならなかったりとかね、宿泊とかね、チケットを売らなければならないみたいなノルマも発生すると思います。ですので一番はね、あの、自分のダイエットのためにいろんな方法があるんだけども、これを機会に格闘技ジムに行ってみようっていう方が多いんじゃないかなと思います。で、そのためにね、キックボクシングは全身運動ですから、短時間で多くのカロリーを消費することができると。で、パンチやキックなどの動作はね、筋肉を鍛えることにもなる。ね、なんせかっこいいですよね、シャドウボクシングができたらね。で、次。 ストレス発散というのがありますよねで。私は全然経験がないんですけども、やっぱりサンドバッグをボーンと殴ってみたりとかね、なんかこうキックしてみたりとかしたら、それなりにストレス発散にはなると思うんですよ。それは私は全然できなかったんですけども、シャドーボクシングをすることによってね、ストレス発散にはなったのかなというところがあります。やっぱり、ここにも書いてますけども、サンドバッグやミットに向かって思いっきりパンチを、キックをすることっていうのは、自宅ではなかなかできませんのでね。私の場合はほら、牧人があったんですけども、 僕人もなかなか難しいんですよ。はい、次、体力向上ですよね。うん、ナンバーワン、ナンバーツーの理由に比べるとちょっと落ちるのかもしれませんけども、体力の向上っていうのがあるかもしれません。えー、パンチとかキックの動作っていうのはね、瞬発力とか持続力、筋力の向上っていうのがあります。シャドーボクシングはね、あの、やっぱり1分間できるだけでも相当なスタミナがつくと思いますからね。え、それからもっともっと少ない、えー、人気の理由として、護身術の修造ですよね。 やっぱり女性なんて特に、あの、護真実を身につけたいって方も、ね、いるかもしれません。なんかこ、これ、痴漢被害にあったりとかすると、やっぱ怖い思いをするとね、体、自分で身の、自分の身は自分で守らないとって気持ちもあるかもしれません。で、キックボクシングは護真実としても有効だよっていうところもあるかもしれませんね。だから、キックボクシングジムに行って、護真実をちょっとね、あのー、学べると、継続するモチベーションになるかもしれませんね。また、キックボクシングジムに、こう、勧誘するときに、 あのキックボクシングを活用した護身術にはこういうものがありますみたいなそんなシリーズをね YouTube とかでこう3分とか5分とかで解説するといいのかもしれません特に護身術って一瞬でこうできるものがあるじゃないですかしかもすごく簡単で何をされたらどういう風に構えるっていう条件反射ですよねで護身術っていうものの仕組みは分かっていても条件反射を身につけるまでにはやっぱりマンツーマンのトレーニングが必要だったりするんでじゃあジムにいらしてくださいみたいなこともできるかもしれません で、最後に新しい仲間との出会いですね。やっぱ格闘技ってね、うん。やっぱこう、一緒に同じ方向を向いて頑張る仲間がいることによってすごく励まされるところがあります。それは大きいですよね。で、リモートジムっていうのは基本的にはトレーナーさんとマンツーマンなんで、あの横のつながりっていうのができにくいんですよ。だからそういう場を提供してくださるようなオンラインジムでしたら、これ人気が出るかと思います。はい。キックボクシングジムには同じ目標を持つ仲間がたくさんいますと書いてますよね。 で、キックボクシングジムの継続率なんですけども、大体いい私が聞いたところによると、1年ぐらいで辞めていく人が多いっていうことなんで、ジムとしてはね、毎年新規の勧誘にこうね、力を入れなければならないと。むしろ、キックボクシングジムに3年とか5年とか10年通ってる人ってのは、どっちかっていうと珍しい部類に入るのかもしれないですよね。はい。キックボクシングジムの継続率は、ジムによって大きく異なりますが、一般的には30%から50%と言われています。 これは他のスポーツジムに比べると比較的低い数値です、まあ、ですんで継続する人ってのはねこれ大体年間ですけどもあの半分ぐらいはやめていくよとで7割ぐらいは残るかもしれないけどもほとんど幽霊部員みたいな感じであの月に1回来るかどうかなっていうところが、まあ、主になってくるっていう風に考えられてますでジムの継続率が低い理由としてはいくつかあるんですけどもトレーニングがハードだってことがありますよね キックボクシング全身運動ですから確かにね運動に慣れてない人は最初の頃に挫折する可能性があります最初の1ヶ月とか2ヶ月相当ね緩やかなところから始めていかないとあこんなにきついんだったらもういいやみたいになっちゃうんでやっぱりねいい汗かいたら気持ちよかったらなんとかできそうだっていうふうに常に思わせていくことそしてハードルを徐々に徐々に上げていくっていうふうな形が必要になってきますよねしかも飽きずにやれるようにしていかなくてはいけないのでトレーナーさんの力量っていうのはかなりねここにウエイトを占めてくるのかなと思います で、時間的な制約っていう問題もあります。うん、これはね、ジムに通って、やっぱりこう、行く、帰るっていうのが結構ね、負担になってきて、今日は行っかみたいになっちゃうんですよ。その辺、リモートジムっていうのは、はっきり言って、ね、パジャマでも参加できますんで、着の身着のままでもいいんですよ。だからそういった形で、あの、オンラインジムっていうのもね、これから需要が高まると思います。で、経済的な負担ですよね。だいたいジムの月謝って1万円前後じゃないですかね。 それから何かイベントがあったらプラスアルファで出ていくとかそれから通ってるうちにね必要なものが出てきて買い出すみたいなことがあったりするんで経済的な負担もちょっとね自分の趣味のお金っていうのは大体月に3万円ぐらいだとしたらそこに1万円とかね1万5千円持ってかれるっていうのは割と苦しいことになるのかなと最初はね格闘技やってみたいぞっていうモチベーションがあるんですけどもそのモチベーションをジムとかトレーナーさんがもっともっとこうねあのコントロールしていかないとその辺 会員さんのモチベーションを放置しておくと、会員さんは自分なりにね、納得感を持って、もういいやってことになっちゃったりとか、もっと面白くて手軽なものを見つけたりとかね、すると思うんですよ。特に、痩せたいと思ってジムに来る人って、太っちゃってるわけじゃないですか。で、太る生活習慣が背景にはあるんですよね。だから瞬間的に痩せたいと思ってジムに参加しても、元通りの暮らしに戻るエネルギーの方が強いんで、あのよっぽどね、強くこう、コントロールしてあげないと、誘導してあげないと、 あの、ジムの会員さんっていうのは基本的には太りやすい生活を送ってるんでしょうね。で、そっちにすぐ戻ってしまうってことがあると思います。で、ジムを継続するためのポイントなんですけども、やっぱこう、自分に合ったジムを選ぶってところがありますんで、トレーナーさんは会員さんに合わせたジム運営をしていくことになるっていうことですかね。うん。で、無理のない目標設定。だからね、あの、ハードなトレーニングをさすだけじゃダメなんですよね。それこそ目標はなかなか達成できないんだけども、でも、 あのその人の力の80%ぐらいで楽々こなせるようなメニューをしていくっていうことも間に挟みながらってことじゃないですかね。例えば週に、えー、2回レッスンがあるとしたら一方は緩やかなレッスン一方はきついレッスンみたいな感じで、えー、目標を持ってやる人ねそれからあまあ体験みたいな感じで流すような日ですよね。そういうのであ今週は結構いけそうな日だなっ今週は今日とちょっとハードなっていう風なね、まあ、そんなこう。 段差をつつけててあげるってことも工夫の一つになるかもしれませんで無理のない目標設定なんですけども基本的には生活背景があの太りやすい体が締まらない暮らしを送ってる人が会員さんとして、えー、ヘルプっていう感じでね、えー、ジムに来ると思いますんでその辺を考えていくと目標設定は思ったよりも低くしないといけないのかなと思いますですからあのシャドーボクシングもね30秒やることをずっと繰り返していってじゃあ今度10秒 ししましょうかみたいな感じで言ったりとか、腕立てしても、やっぱり10回やったことをね、褒めてあげてね、で、しばらく10回やった上に、うん、腕立てスてじゃないやつを今度ね、じゃあ、腹筋を今週あの、今週はテーマでやっていきましょう、みたいな感じでやっていくとかかなと、うん。で、励まし合う仲間も必要なんで、やっぱり、よそから得た情報とかもね、積極的に流してあげることが必要なのかもしれません。それから楽しみながら練習するってものもありますんで、これはね、あの、演出でしょうね。 トレレーーナーさんがこうコスプレをしてあげるとかねなんかこういつもと同じテンションじゃなくてハイテンションで誰かね有名なプロレスラーの真似事をしてあげるとかねそれから「いやー今日ねボクシングの映画見てきましたよクリード良かったですよ」みたいな感じでね最初のオープニングを飾ってあげるとかねうんだからそのトレーナーさんの暮らしを見せてあげることによってトレーナーさんの姿が見たいからこうジムに来るみたいなねそんな部分も必要なのかなと思っちゃいますね。 以上かな。はい。じゃあ今回はそんな感じでまとめさせていただきました。いかがだったでしょうか